おはようございます。2023年10月2日月曜日午前9時28分を回りました。月曜の午前中いかがお過ごしでしょうか。お仕事学校の皆さんお疲れ様です。そしてお仕事の終わった皆さんもお疲れ様でございました。窓から外を見ると今日はねよく晴れております。今日のこれからの天気なんですが、今気温が23度、そして晴れマークで今日最高気温を27度でございます。過ごしやすくなりましたね。明日も最高気温27度という感じで、今日はねもう今ね窓全開で開けてるんですけれど、涼しい風が吹いてきております。まあね、秋らしくなってきましたね。まあ、一気に秋らしくなってきたという感じでございます。皆さんがお住まいの地域はどうでしょうかね。はい、まあね、寒暖差激しいのでね、体調管理にはくれぐれもお気をつけくださいませ。はい、まあ、10月、今週というか週末3連休なんですね。7、8、9と3連休がやってきます。そしてね、私はね次の週15日からね、20日まで約1週間ぐらいかな、イギリスのロンドンの方に行ってまいります。何があるかというと、Google の研修です。正式名称が Google プロダクトエクスパートサミット2023 in ロンドンということで、Google プロダクトでエクスパートとしてね活動しているボランティアの皆さんの研修会です。去年はね12月にシンガポールでありました。でその前がね2年間ほど新型コロナウイルスの関係でオンライン開催で、2019年4年前にねロンドンであったんで、ロンドンに行くのはね4年ぶりということになります。まあ、今回はね800人ぐらい集まる大規模な研修会サミットということで、まあ楽しみにしております。前回2019年の時には3泊4日だったのがね、ちょっと人数が多いということで4泊5日になるのかな今回は。はい、10月15日の夕方6時55分の飛行機で、まあ、とりあえず羽田空港に向かって、それで日付変わった16日の午前0時10分に羽田空港から飛行機に乗って、その日の16日の午前6時25分にヒースロー空港に到着するということで、まあ16日はね顔合わせ歓迎レセプションが行われて、研修会はね17と18、2日間もう缶詰研修でございます。そして19日にチェックアウトして、私はね飛行機の関係で日本に帰ってくるのが20日の午後に羽田空港に着いて、こっちに帰ってくるのが夜の9時前に帰ってくるという、今回はね15、16、17、18、19、20、6日間日本を離れるという感じになります。はい、まあ楽しみではあるんですけれど、まあね年をね取ってくるとちょっときついな、めんどくさいなっていう部分はあるんですがね、まあ、全て Google がお金を払います。航空代、ホテル代、食事代、全てです。まあね、羽田空港とか、空港内での食事は、まあ、自分がお金払うことになるんですよね。それ以外は全て、Google がお金を払うということなんでね、今回も、勉強を楽しみます。まあ、ほとんど観光は、できないんですけれど、なんかねこの前メールが来て Google が全部お金を払うんで、ロンドンの観光にご案内しますというメールが来たんで、一応ねバスツアー、申し込んでみました。どんなバスツアーになるのかね、ちょっと楽しみでございます。はい、ということで、そろそろねまだ2週間ぐらいかな、2週間ほど時間があるんですけれど、まあ、ぼちぼちと準備をしようかなと思っているところでございます。
はい、今週もね、仕事が始まりました。そして月曜日、一番ね、嫌な月曜日が始まりました。今日もね、前を向いて明るく楽しく過ごしていきましょう。はい、ということで、今回の音声コンテンツの配信はこの付近で終わりにします。失礼します。